これは植え替えですか。あ、植え替えです。赤松よくご存知で。古そうですね。古いですね。あ、これ広島のやつでしたっけ。広島です。広島から来たのを私が譲り受けました。譲り受けたってことはいただいて。いやそういうことじゃない。今回これ木が弱ったんで、はいはい、去年一昨年植え替えしたんですけれども、はい、細かく芽を切れなかったんですよ。この今年はちょっと緩めるという構想的には鉢を緩める、大きい鉢にする。あ、そう、それでちょっとね、冬場ずっとかけて日当たりのいいところに培養したんです。上の芽が強くてこっちなんか全然芽吹けなかったんですが、今年これだけ吹けたような状態。元気ついちゃったね。まあ、常に太陽こうやって、あ、植えてる時に、あ、置いてる時にですか。こういう状態でずーっと太陽に、下の方にも日が当たるように。そうだからとりあえずこのぐらい元気になったけど、鉢の中で40年って言ってましたね、前の所有者が。鉢の中で40年、この鉢の中で40年鉢の中で40年いた、この以前は分かんない、鉢の中で40年いたんですよ。で、正面はこっちに今度する。以前はこっちだったんですね。そうですね。あ、正面変えるんですか。こっちで何回か展示会には飾りました。はい。で、今度はこっちで。こっち。全然びっくりしない。中がね、前回植え替えた時は真っ黒だった。真っ黒。炭化して。へえ。動かないやね。動画見ましたか、前回の。あ、見ました。結構美味しいポジションというか。前回。あ、コラボのやつ。人見知りなんでね、一人になるとね全然ダメなんですよ。一人になっちゃうとです、真面目になっちゃう。でやんねよ。じゃあ裏技です。裏技かも。これはアスパラガス切りのステンレス。そんなのあるんですね。これでやると包丁だとちょっと危険なんで、これでやると非常にこう剥がれやすい。でアスパラガス切りもステンレスと安いスチールのあるんですよ、ステンレスの使い、へたってない、しっかりとこうへたらないっていうか、スチールのとこ曲がっちゃうんですよね。はい、曲がんない方がいいですね。きちんとこう今も動き出しましたね、これね。来たーってなんかなかったっけ。今ありました。あったよね。おお、あ、すごっ。これはあれですね、金のやつ。あ、そう、あれだね。結構僕も詳しくないからわかんないけど。そうですね、金根金ってやつ。金根の金が多いですね。あ、キノコが入るかね。キノコが入る感じ、ね、松茸かな。じゃあ去年一昨年のこの作品展、生徒作品展も先生方がこっちが正面にするのかなって言い方をしてたもので、ただ買った時は向こう側が正面で、あ、元々が向こうで売ってました。正面。真面目ですね。そう、真面目。真面目もうちょっと厳重注意されてるんで。こんにちは、かほちゃん元気。ゆのちゃん元気。金印を書くようなことはしないようにっていう。お前の印象だともう、もうこのイメージが強い。そうそうそう、ジロー夫人に会社経営に影響が与えられない。お孫さんでしたっけ。お孫さん見ましたか。お孫さんにメッセージを送ってたんじゃなかったっけ。あ、そう。いや、見せてない。でもここで買ったしだれ桜、このぐらいのね、それを持って花見やってましたね、子供たちが。いいですね。家の中にマンションのビニールシート引いて、焼きそばとフランクフルトで。なるほど、あれは楽しかった。そう、楽しそうでしたね。だからこれなんかあれでしょう、これ自分の針金じゃないかもしれないし、この太さを入れてますから、これは前の針金かもしれない。前の人の。そう、前はだからここまでしか向けなかった、怖くて。前回はちょっともう危険だからやめときましょうって言うんで、今回はちょっと元気になってきたから。元気というか、これ黒いのが前の。これが分かんないですよね、盆栽ってのは。いろんな人から色こう移り、ね、オーナーが変わりますから、その中で枯れちゃう場合もあるでしょうし、これは私が入れた針金で、これはちゃんと網にかかって抜けますけど、これはどんな風に短いと抜けた。こちらが1年半前から出た根ですね、新しい。
おお。あ、それ見たことある。ね、すみません。じゃあ、そっくり譲り受ける。これも。はい。これもそっくり譲り受ける。これを試したいと思います。金ですよね。このこれでしょう。はいはい。だったらいいですけど、ね。いっぱいついてるこれ。ああ、そうそう。これがついてると金が出てて元気ってことですよね。これが自分でこの金が栄養素を作っていくのかな。共生菌だから、うん、でこの菌から栄養をもらうのかな、どうなんだろう、うん、詳しくはですね、君のメニュー盆栽で、あ、じゃあそれは君ちゃんに、こんな感じですよね。うわー、ベロンって、そう、ほらすごいですよね。これは前の人の、うんうん、これがもう炭化したと黒いやつですよね。うん、あんまり太い枝、あ、太い根がないですね。うん、ね、整理したからここまで小さくする。木に対して根のサイズが、ここまで小さくしました。鉢はこの鉢に入れずにこっちかですね、まあ、こっちの方がいいですかね、でかい方がね、普通の土鉢、ちょっとでもでかいですよね、それね、土鉢ですかね、土鉢でもいいのか、割り出すんだったらね、土鉢でいいですけどね、この、ああ、そうですね、今回は培養ですんで、はい、針金はもう太いのでガッと動かなく、なるほど、先ほど会長もがっちり締めてねと詰まってんだこれ、見せ孔だ見せ孔、穴が通ってない、お、抜けました。これしゃべりながらやんないとダメだな。真面目かってやつ、うん、真面目、いや真面目ですよ、真面目パターンで、真面目ですよ、これ真面目パターンです、今日は真面目パターンで、ふざけてないです、真剣です。ちゃんと鉢を掃除しましょう、はい、なおかつ2箇所ですとちょっと不安定なんで、ここでもう1本入れます。はい、これでグッとやって、私の場合にはもう1回ギュッとギュッとギュッと、せーのってないやつないですね。ちょっと今日は、ね、真面目なんで、一人なんで、こうか、こんな感じで、こんな感じになりますね。はい、で大体水はけの良くするためにですかね、うん、これは気流砂と、ヒューガ、ヒューガ土にしたっけ、ヒューガ土を入ってます。赤玉に、赤玉と、これ糖質の赤玉とヒューガ土と気流砂が若干入ってます。へー、3種類、まあ、ここにもこの私の場合には前のこういう菌を入れさせていただきます。へー、今回は木沼先輩からいただいた魔法の菌を、はい、これってどうやって使うんですか。これ、あ、入れるだけ、培養されてるんですね、これね、中で混ざってるんですね、炭なんかとね、パラ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 と、ほうほうほう、はい、こんな程度、これでさっきの菌が出てくると、いや、わかんないというふうに、黒松、赤松、五葉松、蝦夷松に効きますよと。なるほど。でこれは自分のところにあった菌ですね、はいはい、自分のお庭にパラパラパラと、父がいた若い小っちゃい頃は松茸が取れたという、そこのやっぱり松林のこの、ね、匂いですよね。わかんない、松茸が、松林の匂い、うん、普段食べてないから、うん、うん、普段食べてないけど、あの松林の匂いだったね、うん、でも入れましょうか、少し、うんうん、この菌をね、この魔法の薬をパラパラパラ、魔法の土を、盆栽世界で買える、どこで買えるんですかこれ、これ松本なんだっけ、微生物研究所とかって書いてある、あ、松本微生物研究所、はい、はい、本来はね、松によっても五葉松、黒松、赤松との共生菌があるらしいんですけど、そうでしょうね、うん、これはなんで一緒なのか、あるんですけど、はい、ここでもう少し入れようかな、うん、でここで真ん中をなぜ高くするかというと、こう根が中にこう入ってきますね、はい、中にね、上を上げちゃうとこれが上がってきちゃいますので、うんうん、真ん中を高くします、グイ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 と、そう、角度を決めなくちゃなんないんだ、うん、ちょっとこれはこのぐらいの角度はしますね、
じゃ、ね、いやいや、もうちょっと起こした方がいいんじゃないですか。そうですよね。もうちょい起こしてもいいんじゃないですか。このぐらいね。そうですね。そうだ、俺もそう思う。こんな感じで今回やりましょう。はい、ほら、どうだろう、うん、こんなもんですかね。このぐらいの角も、あ、もっとか。あ、いいじゃないですか。こんなもんだね。いや、まっすぐなんなければ、ちょっと倒れるぐらいでいいんじゃないですか。結構太い針金やったんですね。私太いのが好きなんです。え、かっこいい木ですね、これやっぱ。ね、ね、古い木だよね。盆栽の魅力って何なんですかね。盆栽の魅力？何ですかね。見てて。あ、僕ですか？うん、僕は何ですかね。やっぱ自分でその空間を作れるのが魅力ですけどね。あ、空間をね。だから。うん、水槽とかも好きですし。何が？アクアリウムとか。ああ、写真も一緒なんですか。僕もカメラマンなんですけど、なんか共通のものを感じますね。確かにアクアから考える人って多いと思います、はい、空間を作れる、うん、私も実は空間を作る。あ、そうですよね。空間というか環境を作る一級建築士だから、そういうところですか、盆栽の。いや、そんなことはないでしょう。そんなことないですか。それがどうこうじゃないけど、盆栽好きでもなんか分かれそうな気がしますよね。うん、老子の言葉に、はい、家の実在は、あ、実存か、屋根とか壁にあるのではなく、住むための内なる空間にある。だからどんなものを、立派なものを作っても、これを管理するとか楽しむとか、そういう気持ちがないと盆栽も。なるほど。楽しんでますよ。これ誰に教わったことのない、周りを見てて覚えてるだけなん で、はい、で根の切り方も感覚的に切ってます。じゃあ自分のだけやってるだけなんで、まあ、たかだかまだ、5年目ですけれども、これが正しいかどうかっていうのは分かんないよ、私は。あ、そうなんですか。ただ、あの、枯れてないからいいんでしょうっていう。いいでしょ。ただいろんな本読むと、まあ、この程度まで切られ、あの、詰められるんだろうなっていうことで、そうですかね。これでほとんど、ほら、ほとんど動かないですよね。そうですね。うん、ほら、やりますか。せーの。の三田佳子さんね。せーの。うんぎわ。せーの。知らない。三田佳子さん。せーの。うんぎわ。せーの。うんぎわ。はい。で、これで水を入れ、巻いて、水をかけて完成です。完成です。はい、これはここで管理してもらいます。はい。これだけ根を切り詰めましたので、プロに。勘助さんに、勘太郎さんにお願いいたします。お願いしますね。何年ぐらいこれこのままにしとくんですか。2年ぐらいはするつもりで。2年ぐらい、うん、でもこう何回かこうちぎって、ちぎってわくて、ちぎってわくて足んないかな。そうですね、やっぱ2は何？御用？2何だと思います？御用、長寿梅、臓器です。え？臓器？奈良、ブナ、欅は3位です。あれで、じゃああれだ、長寿梅だ。もみじ？もみじです。もみじか。そう、昼間さんはもみじはちょっと難しいと。難しい。腹いっぱいになっちゃったね。でも、あの、みんなが選んでくれた基準としては、強い木、枯れにくい木で、かつ、はい、作業がちゃんとあるやつなんですよ。あ、やっぱり作業できる人はね。そうそうそう。ある程度作業がないと、やっぱり盆栽をやってるっていうことにならないから、もみじも失敗をして、で、また切り戻してみたいなことなんだと思います。ちゃんとみんな考えて、そうですね、答えてください。家でやれる人はいいんですよね。うん、欅だって難しいイメージですけどね、僕の中で。欅は一般的に言われるんだよね、難しいって。でもまあ強いからっていう理由だと思います。